佐藤栄作は気象予報士、埼玉県出身、株式会社風宮の代表取締役も務めている。ニックネームは栄作さん。東京農工大学時代は応用物理学を専攻していて、1993年に卒業。1993年3月に日産自動車のエンジニアとして就職。同年より、 資格試験が開始された気象予報士に興味を持ち学生時代に学んだ流体力学の知識を活用できるということから資格を取得。1996年8月に日産自動車を退職した。1996年9月に株式会社ウェザーニューズに入社。1999年4月より KBC テレビの朝のワイド番組。 朝はポレポレお天気キャスターとして出演。以降、福岡を拠点にお天気キャスターとしての活動を始め、朝はポレポレの後番組、朝です。KBC にも出演している。2011年12月、法人、株式会社風宮を設立し、代表取締役に就任。翌年3月に、気象庁より、予報業務許可を取得した。ダイビングライセンスを取得しており、 2018年に、糸島ダイブベースで、リフレッシュダイビングコースを受講。2019年8月3日に KBC テレビで放送された、水と緑の物語では、世界初という触れ込みで、海中天気予報を放送した。いずれも、九州朝日放送。ありがとうございます。